バック・トゥ・ザ・フューチャーバックトゥザフューチャーとは、1985年のアメリカ映画、SF 映画、略して BTTF、BTF とも呼ばれる、バック・トゥ・ザ・フューチャーシリーズの一作目、公開当時全米で、フューチャー現象と呼ばれるブームが生まれるほど大ヒットした。同年のアカデミー賞では、音響効果賞を受賞。続編に、バック・トゥ・ザ・フューチャーパートに、 1989年、バックトゥザフューチャーパート3、1990年がある。1985年のカリフォルニア州、ヒルバレーに住むロックと、ペプシコーラが大好きな高校生、マーティ・マクフライは、科学者である親友のエメット・ブラウン博士、通称、毒を手伝って、深夜のショッピングモール、ツイン・パインズ・モールの駐車場にて、 スポーツタイプの乗用車デロリアン DMC-12 を改造してドクが開発したタイムマシンの実験をする。ドクの愛犬アインシュタインを乗せたデロリアンを1分後の未来にタイムトラベルさせる実験は成功したが、タイムマシンの燃料であるプルトニウムを調達するために、ドクが騙したリビアの過激派襲撃に遭い、ドクは機関銃の凶弾に倒れてしまう。 同じく命を狙われたマーティはとっさにタイムマシンに乗ってモールの駐車場内を逃走するがシフトレバーを動かす際に肘で次元定位装置の一致を入れてしまったため30年前の1955年にタイムスリップしてしまう1985年に戻ろうとするマーティだったがタイムマシンは燃料のプルトニウムを使い果たしてしまったためタイムスリップすることができなくなっていた そこでマーティは1955年のドクと会い、未来に帰る手助けをしてもらうことにした。最初は疑念の目を向けるドクだったが、マーティが持っていた JVC 製、ビデオカメラに残っていたタイムトラベ理論を思いついたきっかけなど、当時の自分しか知らないはずの事情をマーティが知っていたことから彼を信じ。 数日後に昼バレー裁判所の時計台に落ちる予定の雷、マーティーがたまたま195年から持ってきたチラシに、このことが書いてあったの発生させる電力を利用し、タイムマシンを稼働させる算段を立てる。しかし、もう一つ大きな問題があった。この年は、マーティーの父、ジョージと母ロレインが結婚のきっかけを得た年で、ロレインの父がジョージを来るまではね、 救護のため自宅に運び込まれたジョージに、ロレインが一目ぼれするというもの。しかしマーティが、跳ねられそうになったジョージを助けたために、マーティが跳ねられ、入れ替わってしまった。若き母のロレインは、未来の息子、マーティに恋をする。このままでは、父と母が結婚せず、マーティが生まれなかったことになってしまい、存在が消滅してしまう。落雷当日に行われたプログで、 臆病者のジョージが不良のび二年を退けてロレインとキスをする手助けをしたマーティは、かろうじて自身の消滅を免れ、時計台に落雷する時間ギリギリにデロリアンに乗り込み、毒の命がけの助力で、1985年の毒が銃撃される直前の時間への帰還に成功する。すぐに現場に駆けつけたマーティだったが、あと一歩及ばず、 ドクはまたも過激派の銃撃を受けてしまった。その場に泣き崩れるマーティだったが、彼の目の前でドクはゆっくりと起き上がる。1955年から帰還する直前に、マーティが残した手紙で、自分が銃撃される未来を知っていたドクは、防弾対策を施していたのだった。ドクとの再会を喜んだ後に自宅に戻ったマーティは、自宅が裕福になっていたことに驚く。百五十五年に、 マーティの介入によって、ビフを倒したジョージは、臆病な性格を改善し、小説家として大成していたのだった。そんな、マーティの目の前に、再び毒がデロリアンに乗って現れる。未来で重大なトラブルが起こったので、解決のために同行してほしいというのである。マーティと、その場に居合わせたガールフレンドのジェニファーを乗せ、生ゴミをリサイクルする、動力源にして、 動くように改良されたデロリアンは空を飛んで未来へと向かうのだった。VFX の登場前に作られた作品であるため CG は使われておらず特殊撮影には光学合成が使われている。当初のクライマックスは核実験場に行き核爆発を利用してタイムスリップをする予定であったが100万ドルの撮影費用が必要と試算され、 予算の都合から断念された。その後、新しいアイデアを思いつき公開版のシーンになったが、結果として格段に良くなったと脚本を担当したボブ・ゲールは語っている。マーティー役はもともとマイケル・ J ・フォックスが候補に挙げられていたが、当時フォックスはテレビドラマファミリータイズのレギュラーを持っており、共演者が3級に入っていたためフォックスが番組を担っていた。 そのため、映画との掛け持ちを許されなかったエージェントは、優れた脚本に対し、彼にオファーしないでくれ。彼はこの映画を大変気に入るだろうが、出演はできないことは確実なので、私が彼に一生恨まれると言った。彼へのオファーは断念され代わりに、エリック・ストルツが起用される。また、マーティ役がストルツに決まるまで時間がかかり何度も、撮影延期され、 ようやく撮影が開始される頃、ジェニファー役のクローディア・ウェルズはスケジュールが合わなくなり、代わりのジェニファー役にメロラ・ハーディンが起用された。しかしストルツは、ドクとの掛け合いでの違和感などの理由から、撮影開始から6週間で降板させられ、再度、ファミリータイツのプロデューサーに掛け持ちを打診したところ、女優も復帰したから、マイケルがイエスといえば出させてもいい。ただし、 ドラマの撮影の方を優先するとの条件で了解が得られ、最終的にはフォックスに落ち着いた。さらに、ハーディンはフォックスよりも身長が高かったため、二人のバランスが合わないことが原因で降板。フォックスが撮影に合流する頃には、ウェルズのスケジュールも再び合わせることが課であったため、ウェルズがジェニファー役に復帰した。当時のフォックスは、朝6時に起きて、ドラマの撮影。 夜は映画の撮影で自宅に戻れたのは深夜2時を回っているのがザラだったという。なお、ストルツの映像部分は5週間で全体の3分の1ほどを取り置いていたために映像が残っていたが、脚本のボブ・ゲールは DVD 版発売時のインタビュー、映画雑誌、プレミア日本版2003年1月号をはじめで、もう過去のことだし、エリックにも 自分たちにもかっこいいものではないからとの理由で DVD への収録は見送っていた。しかし2010年10月26日発売のブルーレイ版には新たな映像特典としてその一部が収録されることとなった。リビア人に発砲されてデロリアンに飛び乗るシーンやビフの顔面を殴打するシーンなどはストルツの映像を流用している。またビフ役には当初 スキンヘッド役の JJ 公演が当てられていた。しかし、マーティ役に、長身のストルツが起用されたため、ストルツよりもさらに大きいトーマス F ・ウィルソンが起用された。その後、ストルツは降板し、フォックスがマーティ役となったため、約30センチほどの身長差が生じる結果となった。スタッフは、最初からマイケルに決まっていたら、トーマスの起用は中田だろうと述べている。 主題歌、ザ・パワー・オブ・ラブを歌うヒューイ・ルイスが、序盤のオーディションのシーンで、拡声器を持って、もういい、音が大きすぎるという審査員役で、仮面を出演している、ただしノンクジット。ヒューイは、こんな姿が、MTV にさらされたら、僕は、おしまいだ。映画に出て以来、落ちぶれたって言われるよ、と、ジョークを飛ばした。ナオコの時の、音が大きすぎるは、ヒューイ自身が、 We are the world のレコーディング時に、プロデューサーから声が大きすぎると注意を受けているメイキングビデオからのパロイである。ドクことエメット・ブラウン博士がアメリカのデロリアン社が発売した DMC-12 を改造して開発したタイムマシン。タイムトラベルの核となる次元定位装置、フラックスキャパシターをはじめする装置が車内にぎっしりと詰め込まれており、ボディも コードやホース類で囲まれている。リアハッチのガラス窓も取り払われ、原子炉やミスターフュージョンなどといったタイムトラベルに必要な莫大なエネルギーを賄う発電装置と、それに関わる様々な機器が所狭しと詰め込まれている。これらの配線、配管や内部機器、発電装置は作品ごとに若干変化する。初めてのタイムトラベルは、 毒の愛犬であるアインシュタインを乗せて、1分後の未来へタイムトラベルする実験を行ったのが最初である。バックトゥ・ザ・フューチャーにの飛行シーンでは、DMC-12 の車体底面も大幅に改造され、電飾が点滅するギミックが仕込まれていることがわかるが、どのような目的の機構かは触れられていない。当時のユニバーサルの社長は、母親の名前の変更。 当時は、メグという名前だった、毒のペットの変更、猿から犬へ、ビフの名字の変更、タイトルの変更を求めた。ゼメイキスやゲールは、母親の名前を彼の妻のロレインに変更、ペットを犬に変え、ビフの名字は、社長の名前、他ンに変更、当て付けしたが、タイトルの変更は阻止した。しかし社長はタイトルを本気で変更しようと、スプスマン・フロム・プルートーン、名王星から来た。 宇宙人という海外提案を送り困った制作人はスピルバーグに相談。スピルバーグは社長に面白いジョークをありがとう。朝からみんな笑って撮影現場に活気が生まれたと返事をした。社長はそれっきりタイトルの話はしなかったという。もともとは第一作のみで完結するものとして制作されたが、1987年に本作がビデオソフト化された際に、 ラストシーンに 2BE Continued 続くという劇場公開時にはなかったテロップ入れられた。このテロップの本意はマーキたち登場人物の人生の旅、冒険はこれからも続くという意味も含まれたジョークだったのだが、これを見た人たちによる続編制作希望の問い合わせが殺到したため、急遽シリーズ化された。マイケル J.Fox もリリースされたビデオを 初めて見た際にこのテロップを見て驚いた一人で、エージェントに電話しようかと思ったと語っている。続編の制作が決まった際、当初は続編一作のみを制作する予定だった。しかし、監督のロバート・ゼメキスが、共同脚本のボブ・ゲイルと構想を練るうちに色々といいアイデアが出てきたため、それを約2時間の枠に収めると内容が半減してしまうことから、さらに一作増やし、 続編2作になった。ストーリー順に列挙、シリーズ3作ともノベライゼーションがあるが、パート1のものだけ50ページほど長く、映画版にないシーンも多い。日本語版は、新潮社から出版。アメリカ合衆国、第40代大統領のロナルド・レーガンは1986年年頭の一般教書演説で、 パート1のドクのラストのセリフを引用して次のように述べている。1955年のドクに出会ったマーティが、1985年のアメリカ合衆国大統領は、1955年当時は俳優であったロナルド・レーガンだと言ったのを、ドクが俳優のジャーフク大統領はジェリースかファーストレディはジェーン・ワイマンかなどと馬鹿にして信じない場面がある。 実際の副大統領は、ジョージ・ H.W. ブッシュ、ファーストレディは、ナンシー・デイビス。レーガン批判だという人もいたが、当のレーガンは、この場面をとても気に入り、この場面を巻き戻させたという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。